中どう入ってる？なんか鉄板みたいなのが入ってる。すごいね。ツナと揚げ。カリカリ。卵これ。卵も入ってる。真ん中のさ、カリカリしたやつは何だろう。この二人なんかドライじゃない？ウェットじゃなくて。TDG1638 トヨタウィッシュ。これからなんて読むんだろう、漢字。D4 gen に行こうと思います。何があるのか全然わかりません。レトロな街だね。うん、テクツ、うん、それから J4 gen。 違う テクスリ。ちょっと待って、これ間違えてたら恥ずかしいからちょっと調べるの。難しいのに読むのが。漢方薬、カラスミなどの乾物、そして布の問屋街として台湾一の規模を誇っています。つまみ食いじゃないよ。試食してくるか。これがすごい美味しそう。ん？しっとり系のやつ。うん、あ、美味しいわこれ。なかなかさ、こうやってさ、パーってたくさんのさ、うん、お茶菓子と一緒にさ、うん、ないじゃん。食べること。両方飲むとかじゃないよ。これを飲んでどっちかって話。それはもう簡単。5番のこっちです。違うし。そう。私の方だよ。そう。もう一回。飲み比べ方式にさせて。はい。何飲み比べ方式？両方飲んでみてっていう。両方飲んでみて、そんな簡単なことないでしょ。どっちも飲んだことがあるものなんだから、それを飲んで飲んでるんだよ。蜂蜜棒。これが
安くてたくさん入ってる18個入りです。すげえ並んでる。めっちゃ入っとる。甘い。めっちゃもつの味がする。この辺は最初から入ってた。トッピング？全部トッピング？え、ベーシックなのと豆腐だけだな。と白玉と。豆腐だね。さっぱりしてる。豆腐自体は甘みがあるわけじゃない。俺が何言ってる？トッピングシャベルとか。心が清らかになる。わかる。わからんね。わからんね。白玉じゃなくてごま団子。白玉の中にごま団子。ごまによってごま入ってるのか入ってないのか。白玉とごま団子混ざってる。うまい。ごま団子うまいんだよ。圧倒的にごま団子美味しい。チェックアウトの時に部屋にヨーヨーカードを忘れてしまったのでホテルに取りに来ました。ちゃんとあるかな。ついでに買ったお土産をスーツケースの中にぶち込んでこようかと思います。暑いね。ありました。一回ないって言われたけど再確認してもらったら出てきました。ちょっと多めにチャージしてたので良かった出てきて。ということで、これから移動します。安街的なところに行こうと思います。それから台北駅の地下街が迷路すぎる街で、5番です。ここが金台本の本店です。でも混んでるから、あれ、テイクアウトのみの営業となってるって。テイクアウトオンリーだそうです。でも今日は101のところに後で食べに行きます。もうネギの匂いがするもん。ずらっと並んでますね。ブリズム。中と本人どう？水晶球可以吃吃看。嗯，可以吗？ありがとう。谢谢。これいいです。もらっていいの？いや、わからん。いちご。いちご？そうなの。レモンアイス。アイス？これ試食なの？果物いちご。可以呀，可以。あ、ニンニクじゃん。買いに行くつもりが試食で賄えちゃったね。ちょっと待って。ドライブインテリアさんじゃん。
これ関係あるのかな。ドライフルーツを試食してもらうためにこれも作ってるんじゃない。そうですか。燃えるね。いやでも売ってたよ、メニューにはあったよ。ここにあるか。知ってもやハムとチーズしちゃうかい。うまいこと言えもっと美味しく、美味しいと思ってよ。美味しそう、コメントで表すの難しくない。いや、コメントとかじゃない、テンション、テンション。うん、美味しい、じゃなくて、うん、美味しい、ハムとチーズ、おい口になんかゴマついてるよ。ゴマって言ってたマジ、昨日のゴマ昨日のゴマなんかゴマついてるって昨日も言われた気がするけど、うん、ちょっとソースかかってて、ね、101リンパイポン。豚肉の餃子だっけ、うん、甘い、うん、慣れるかな、この勢いで。なんていうとこだったかな、足マン足養成館、これかな、ここでございます。 A かな、足だけ買ってこっちがいい、これもでも金額同じだよ。足つぼじゃなくて、それは足ぶらない、上半身ふくらはぎ、はい、はい、はい、ちょうど。ありがとうございます。同じ感じで圧迫され続けてるというか、特にこう技巧を凝らしてないような感じが延々とずっと続いてて、ね、じゃあ足軽くなりました。疑ってごめんなさい。さあ駅に向かいましょう。はい。
頼んだっけ。バボーミルクティー。マンゴーミルクティー。バボール。バボ？バボ。バボ？バボ。バボ？バボ。バボ。タピオカ。バボーミルクティー。ミスドめちゃくちゃ多いよね。同じなのかな味。でもポンデリングの種類めっちゃ多い。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちかります。どう？いいよ。ありがとう。